strange deal with Trudy. When I'm close to you, deep the stars fill the sky. So in love with you am I. Even without you, my arms fold about you. You know, darling, why so in love with you am I. こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は水戸口恵美子さんにズームで来ていただきました。すごい時代やよな。どうぞすごいね。こんにちは、ボーカルの溝口恵美子です。はい、もう恵美ちゃんとはもう何年来や、付き合いは。もうあんまり年数言わんとこ。もうそうやな。そうそう、どれぐらいだ。でも10、まあでもまあ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 な、まあまあな、75年以上渡ってるよな。そうやな。まあでもなんかこう大阪でエミリカバンドってやってるのも入れてもらったりとか、いろいろ行ったよな。結構あちこち行ったよ。もうだって名古屋大阪でもうね、移動してさ、何日間かやったりしてたもんね、一緒でね。ほんまうちに泊まったこともあるもんな。泊まった。もうすごいよね。家族ぐるみやよね。家族ぐるみ付き合いだな、ほんまに。ね。まあ、なんか何かを目指して必死やったよね。ああ、まあそうやな。まあ今もあんま変わらんけどな、お互いな。そうやな。本当になんかまだこう、何も分かってなくて、でもなんか見つけたくてみたいな感じやったよね。そうやな、もうほんまにそういう感じやな。なんかこう、俺はまあよく話するんですけど、ボーカルに限らず、こう、今まで数名、演奏してるときに、こう、なんか涙が出てきそうになったっていうか、溢れてしまったみたいな、こう、の人なの、一人なんですよ、エミちゃんは。ありがとうございます、もうそんな風に言ってもらって。ね、みんなと、中村誠くんと、日陰さんと行ったときに、もう本当と、もう最高やと思ったときが、みんなで焼肉食べに行ってな。もうなんかさ、終わった後、ほんま濃いもんばっか食べてたね。そうやな。肉食4人組やったよ。肉食、超肉食。もう女子1人なんか必死で食べな、食べられへんねん、もう。もうガツガツに食べてたからな、みんな。そうやで、ガツガツに食べてたで。まあなあ、そうや。ね、そうやな。まああと名古屋のね、後藤浩二君とか。あとは俺、秋山さん、ギターの秋山さん。東京におるギタリストなんやけど。がいて、彼はもう素晴らしかったね。演奏中になんか、うわーと思って、なんか、なんか盛り上がっていくと普通みんな音数増えるやんか。だんだん盛り上がってきたんやけど、音数どんどん減っていって、それ、なのに音めっちゃ少ないんやけど、なんかもう、何やろこのワールドって思って、サウルがあるけどな。まあ、だからそういうこう、なんかそういうのってあるよね、なんか。こんな、毎日、俺ら毎日のように演奏してて、今はそうでもないけど、毎日のように演奏してた中でさ、そんな、そこまで感情移入するって経験は、俺もそんなないんやけど。超おすすめの、えみちゃんなので、YouTube のチャンネルあるからさ。あ、そう。ね、去年始めたばかりなんですけど、なんかもう、拙いなりに、なんか、ぼちぼちやってるんです。はい。ぜひ。聞いてあげてください。まあ CD もね、出てるしな。何枚か出てるけど、でも、一昨年に、発売した新しいアルバムがあって、もうぜひそれは聞いてもらいたいです。YouTube で、ダイジェストも出てます。あ、はい、ぜひ。じゃあ僕も、詳細欄に貼っとくので。お願いします。まあ今日は、ちょっとしばらく、ジャズボーカル談義をいろいろしようかなと思って、だから、まあ、あまり細かく、こう、遡って、あだこうだ、細かいところじゃなくて、ざっくり、こう、大きく、まあ、ピンポイントになる人だけを、まあ、話しといた方が、個人がね、結構細かいとこ掘ってってくれた方が、絶対好きになると思うんで、やっぱ、キーパーソンみたいなのおるやんか、やっぱりこう、ジャズ始めたとか、この、ここをこう、築き上げたみたいな人の話はちょっとしておきたいなと思って、僕も、僕がこうドラマーサイドから聞いてることと、こう実際のミュージシャンサイドから聞いてることだと、
ちゃうやんか、全然。うんうんうん、うん。だからそのボーカルの話するのに、自分の話よりはボーカリストに聞くのが一番かなと思って、今日はエミちゃんにお願いしたんですけど、うん、エミちゃんの一番最初のヒーローが、うん、そう、私はもうほんまにアイドルは最初はもうエラ・フィッツジェラルドでしたね。エラやったな。うん、やっぱり、これは何、ビッグバンドやってたんやっけ？そう、私はさ、ほら、もともとクラシックで音大行ってたから、もうドイツリートとか、イタリア歌曲とか、まあ、オペラとか、そういうのを勉強してたんやけど、うん、でも、なんかこう、自分の中でいろいろ思う中で、まあ、ジャズに出会ってくんやんか。で、大学の中に、その、まあ、そのジャズ感ができる前の実験団体のものでもあったけど、ビッグバンドがあって、うん、まあ、そこで、その、川村秀樹さんとかがリーダーやったんですけど、もう、そんで、川村さんには本当にお世話になって、で、そのビッグバンドで歌わせてもらったのが、その学祭やな。学祭の高野祭かなんかで歌ったのが私のジャズの初めての。よくないで、その時はでもね、エアノじゃなかったけど、高野祭の一番最初の曲はもう忘れもしない。ムーンライト・イン・バーモントですね。サラ・ボーンとカウント・ベーシーのアレンジですね。渋い曲やな。ムーンライト。そうやね。いや、だからな、すごい本当名曲やよね、あの曲。でもそれが一曲目、私のスタンダードの一曲目なんですけど、そのあたりで要するにそのカウント・ベーシーとやってるシンガーみたいな形で、まあ、エラ&ベーシー、サラ&ベーシーをすごいコピーするような感じがあったんですよ。でその時にすごいエラのことを、まあ、私は好きになって、そっからやね、なんかしばらくとかもう本当エラしか聴きたくないみたいな時もあったね。なんかもうそれぐらいなんかこうか入れてしまいたかったみたいな。わ、うん、かるよ。でもそういうのってあるよね。なんかこう、よくこう学生の時とかもこれ以外音楽じゃないって思うような時ってあるもんね。そう、なんかこれが音楽じゃないまでけど、なんかもう他はいろいろ入れると入らへんみたいな感じで、ね、だもう本当にそれぐらい好きで好きで、なんか毎日好きで好きでみたいな時があったね。うん、そうか、うん。やっぱりスインギーやからね、めっちゃ。リズムが。もう、そうやね。それでもう、まあ、それとさ、音色と、声の音色とタッチと、その、もう、とにかく、その、まあ、ちょっと抽象的になるけど、もうとにかく人の心をもう一気にオープンにしてしまうやん。あ、もう、エラ聞いて、なんかもう、心晴れへん時ないみたいな歌や。まあ、わかんよね。その、ハッピーを与える感じっていうか、うん、まあ、すごい憧れたね。うん、なんか、うん、サンキュー、サンキューって言ってな、なんか。うん、ほんとかわいい。かわいい。かわいい。まあ、声が独特なんやけどね、ほんとに。晩年まで、チャーミングな声が続いたっていう。そうやな。なんか、やっぱ俺も、イパネマの娘を歌ってるやん。うん、うん、うん。あの曲って、背高くてみたいな、なんかこう、女の人が、まあ彼は、彼女はもちろんボーイフロムイパネマで歌うんやけど、こう、あーのところがさ、エラはあーって歌うんやんか。落としたるぜーみたいな感じがして、これめっちゃおもろいなと思って。だからもう、その、あの頃ってボサノバとか入ってきてさ、こう、エラもサラもやってんねんけど、もう自分節やねんよね。もう自分の節回しがあって、自分の歌があって、何歌ってももうエラになって、スイングするのよね。もう何歌ってもほんとスイングするよね。なんか。そもそもさ、こういう、まあ、なんかこう、文化センターとかでしてても、スイングって何なんみたいな話を。うん。これな、エミちゃん的にはどうなんですか？でもスイングってなんかブランコやからね、もともとなんていうか語源というかね。だから、ブラン、まあ洋服生徒なんかに、ブランコってこう一定に揺れるわけじゃないやんかって言って、こう落ちる瞬間、ウーってなって、ウーンってなるやんみたいな、そのウーンっていうところが、まあ気持ちいいわけやんね。こう、速度がここが速くなって、で、またここが速いと、あとなんで。ここゆっくりなっていくとこも気持ちいいし、みたいな。そうそう、そうやね。ほんまそうやね。自分らでちっちゃい時ブランコしてて楽しかったわけやん。ビヨーンってやってね。あんな感じやね。歌にそれを感じるか、みたいな。そうそうそう、ほんと。昔、
佐山雅弘さんとさ、ライブやってる時にさ、うん、あの、佐山さんが夜飲んでってさ、で、うん、こう、ドミナシングって曲があってな、みたいな。デ、うんうん、ューク・エリントンの。うんうん、ドミナシングや、スイングしなかったら今いないよ。で、デューワ、うん、デューワ、デューワってこう、こう要は、デューワ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 、長さが違って、こう、まあ、いろんな、その、スイングの仕方があって、そこでいかにここスイングしてるかっていうところの歌やん、みたいな話。私はあの歌を歌うの笑い話によくしちゃうけどね、さ、なかなかだからスイングってせえへん、スイングできないからさ、あの歌歌えないよっていう話をよくしてたけどね、もう本当にそうやね。でもそのドゥアっていうドゥアの間に何があるかやね。そので英語が、英語自体がスイング多分してる、多分というかあのしてるから、うん、ドゥっていうのがもうドゥがスイングしてるから、ワーもスイングしてるから、そういう風にできてるんだと思うんですけど、いや本当に、でも本当にそういう楽しさを音楽から感じるってことやと思う。ちっちゃい時結構ブランクして楽しいなってあの本当にスポーツとかもあるじゃないですか、このリズムの瞬間楽しいっていうのね、うんうんうん、だからなんか難しいことじゃなくてそういうことやとは思います。まあでも実際やるのは難しいな、まあ、それがもうエラなんか聞いてたらもう聞いてるだけでうわってこう血が巡るよね。おお、巡る、ほんと巡る。この人結構知的やんか。あの、なんかこう、うん、歌を歌うときとかも、まあ、例えばその有名なハウハイザームにしたって、オーニソロジー出てくるし、メロディー。うん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 、要は、こう、チャーリー・パーカーが作ったハウハイザームの替え歌をもちろんスキャットしてるし。散々スキャットして途中でビートルズの曲も歌ってな。で7コーラスぐらいこう、散々こうスキャットしまくってな。で最後に、煙が目に締まるビルに曲が変わんねん。うんうんうん。うんうんうん。もちろん知ってる。うん、They ask me how I knew that one. 俺なんでやろうと思ってたら一番最後に、要は煙が目にする、スモーク get in your eyes が、スウェット get in my eyes に変えてんねん、あれ。ハウハイザムも散々歌って、散々歌って、オーニソロ。ああ、そっか。自分のね。もう歌い切って、汗だらけになって、で、最後に、もう決まってて、あの、髪にしむるの曲が流れて、最後、スウェットインマイアイズって言って、涙を、汗をハンカチするっていうパフォーマンス。エラが汗拭くのもね、本当あれがまたね、もうね、トレードマークやるよね。そうそう。真似して遊んでたもん、昔、ハンカチ。持って、長いハンカチ持って。そっか。どうなるね、なんかまあ、エラー、のああいうのっていうのはどこまでがインプロビゼーションかっていう話はあるね、いろんな話がね。だからある程度作られたものがあって、その上でさらにフェイクしてるんじゃないかっていう話が大きいけど、まあ結構いろいろ音源聞くとその線が濃いかなっていうところはあるね。インプロビゼーションできなかったっていうことじゃなくて、うん、なんか、ただそれ、母体があるね、ある程度の、なんかこう、決まってるところとかあって、フレージングとか、その上でめちゃくちゃすごいことやってるけどね。うん、あの、何バージョンかあるけど、いろいろ変えてるもんね、曲も出てくるけど。そう、多分、こう、ピアニストとかがこういうのどうってアイディアでやって、アレンジの大枠決まってるけど、そう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 。中は結構、もう結構自由にやってる気がする。うん、そうやね。なんかそこがあるよね。え、まあエラとサラはそうなの。うん、そうね、そうね。まあでもとにかくエラのその魅力っていうのは、その今言ったような自由なことをいっぱいやるんやけど、うん、その向かってる方向がもうとにかくなんかハッピーでオープンで、うんうん、なんか、まあちょっとおてんばな感じというか、チャーミング、もうとにかくチャーミングやよね。めっちゃ可愛い。可愛いしかイメージがない、うん。めちゃくちゃシャイな人やったみたいよ。そうなん。うん、あのパーティーとか人が集まるとこあんまり好きじゃなかったみたい。へえ。うん、おてんばはおてんばやったみたいね、若い時とか。ダンスやってたよね、それらって。あ、そうなん。もともとダンサーになりたかったんよ。へえ。で、アポロシアターでダンスのオーディションを受けたのに、うん、緊張して固まって踊れなくて歌ったんよね。そしたらそれが受けて、うん、そこからなんよ。ああ、そこで歌うところがすごいね、やっぱりね、うん。そう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 。でもエラ自身はさっき言ったようになんか賢い感じで今言わはったけど、ピアノとかも弾けた感じではないね。ああ、そっかそっか。本当に耳で、だからちょっと鼻歌っぽいよエラの歌って。そこがまた逆に魅力というか。鼻
鼻歌な感じは確かにするな。うん、で家で割となんか料理したり、なんかそういう方が好きやったみたい。家にお家にいるの好きやったみたい。で、なんか近所のスーパーとか行って、近所のスーパーで急に歌い出して子供集まってくるとか。あ、そういうこと結構あっ、なんかそういうとこも含めてなんかめっちゃ好きやった。まあ、魅力のある人だよね、やっぱりね。この人、うんうん、まあ、というわけで、えみちゃんの一押しの CD、はい、皆さんのね、聞いてもらって、いや、そう、無人島に何持ってくる国やと。おすすめのアルバムとか好きなアルバムって聞かれると辛いもんね、選びようがなくて。でも無人島にじゃあ1枚だけって言われたら、何って言われたら、まあこれかなって。あ、まあずーっと聞いてても良さそうやもんな。まああのこの人ももうね、本当にグレートというか、はい、まあジャズも一番最初って言ってもおかしくないというか、まああの、ブルースシンガーとかがいっぱいおる中で、まあ、この人はトランペットもやってたから、やっぱりこう、ニュアンスがすごくジャズっぽいというか、うんうん、なんか、スキャット自体もね、彼が、まあ、初めて、もちろんわからんよ。多分、うん、やってた人おるような気がするけど、ただ、レコードに残ってるのがこのサッチモの、ジービズ・ジービズってやつ、聞いたことある。うんうんうん、ある。あれ、なんか、俺、ホームページで訳してあんねんて。途中で、もごもごになってるところは、もごもごってやって。見てみよう。のブログみたいなところに書いてあんねんけど、なんかそれに、こう、途中で、なんか、適当に、全然違う歌詞が出てきて、適当に歌ってるみたいな感じがあって。うんうん、まあ、諸説あるよね、なんかね、スキャットを始めたことに対してはね。でも、歌詞カード落ちて、確かに途中まで元気に歌ってんだけど、途中から急になんかヨレヨレになんねえか、歌が。で、途中で、うん、あーとか言って言いながら、勝手に、男の子とか言って、そんな感じで歌ってて、途中でバーパディーバーとか言い出したから、あ、これ、うん、そのかっこええからそのまま売ろうって感じになってんだけど、これあの、文化センターとかラジオの番組に呼ばれた時に、あの、スキャットの始まりでお話しした時に、聞かせたら、やっぱり英語わからんから、どこからなんかごちゃごちゃになってるのかわからん。うんうんうん。あ、ほんなら作ろうかなと思って、まああの、勝手に曲に歌詞が流れていくようなやつを作ってあるんですけど。でも本当にすごい人やな、この人はな。うん、そうやね。で、そのエランドルイの話をエラがしてて、それを読んだことあんねんけど、うん、私もいろいろうろ覚えやけどさ、なんかとにかくもう、まあまあ本当にもうすごい人やん、もうすべてにおいてきっと、うん、でもうレコーディング中ずっと笑かしてきたりとかエランにとってルイはだからやっぱ先輩ですごい人、うん、だからもうレコーディングすごいエラは緊張してたんで、うん、だってこの写真見てもわかるよね、なんかやっぱエラはこうちょっと緊張してるよね。ねえ、だけどもうサッチモがやっぱすごい笑、もう変な顔したり、なんかこう、対面やったと思うんだけど、笑かしてきたりとかして、もう、笑ってしまいながら歌ってるみたいなね。いや、もうやっぱそういうのがもう、アルバムの随所に現れてるというか、で、まあ、音楽的に言えば、まあ、もう素晴らしい点がいっぱいあるけど、その、私からすると、その音色の混ざり方が面白い、タイムの混ざり方も面白いんやけど、もう、その、なんていう、ちょっとクラッシュしたようなサッチモの声とエラのそれに対する伸びやかな声のその相性というか、それがまたすごいハートワームないよね。すごいこう人間味にあふれるというか、でリズムの感じもこうサッチモがこうわーって喋るようにこうヒッピーに歌う、バッてヒップな感じで歌うのに対してエラはこうちょっともっとメロディアスにこう被っていったりとか、なんかそこがさもうたまらんというか、うん、本当にすごい、本当に幸せなアルバムやなと思いますね。こういう視点はなるほどって思うな、やっぱりこう、うん、リズム的なね関わり方とかよく聞くけど、まあ、音色もね、確かにめっちゃそうやけど、ボーカルは特にやっぱり音色を気にするんやな、っていうか、まあ当たり前か。すごいさ、だってさ、私たちさ、楽器が一人一人本当にさ、全く違う。うん。体、こうやって見ても、サッチモの体とエラの体も違うし、ねえ、もう本当にどんな音色でも出せるっちゃ出せるけど、自分の声からは逃げられへんしさ。ねえ、エラはエラの声の中で多分やっていったやと思う。けど、うん、そうか、楽器簡単やな、ドラムって
一挙に変えるからね。まあ自分のサウンドはあるけど、うん、ドラムセット変わると随分変わるもんね。叩き方も変、雰囲気。ああ、だからそういうことが私たちにはないねんよ。一生自分の楽器からは逃げられへんし。本当にメンテナンスも含めて、それがすごいシンガーにとってなんていうか、うん、本当に。大変やな。あ、そうか。うん、なんかそれはなかなかやっぱ興味深いですね。聞き方変わるな。うん、これちょっと聞いてみよう。ぜひぜひ。サッチも逆に本当にわざとこうやってるとこもあるんですけど、でもただダメ声で歌ってるのではないんですよね、やっぱりね。そうやな。うん。共鳴のさせ方っていうか、楽器の共鳴のさせ方とかがね、あ、やっぱり。うん、クラシックとかそのね、声楽勉強しといて、なおかつそういうの勉強すると、そういうのは特に気づくんやろうね、やっぱり。そうなんかな。でもこんな話をするとあれかもしれんけど、私は逆にクラシックから入ったから、なんかリズムのことは遅れたりコンプレックスやったりいろいろあるんですけど、そうやね、なんかそういうとこあるかもしれへんね。音色とかハーモニーとかの方に先に興味が湧いたっていうところは私はあったかもしれないですけど、うん、まあエラはお母さんがクラシックを歌ってた人やったと思うね。で、元からオペラとかをすごい自分自身もなんていうか歌ってたと思う。だからエラとサラに関してはやっぱりそのクラシックからの流れがすごい強いね。うん、だから私にとっては、まあ逆に短かったんかもしれへんね。ああ、そっか。まあ、キャッチが安かったのね、やっぱり。結構な音域も使って、うん、で、ファルセットって言っても、本当クラシックと半分間みたいな感じの音色で歌ったりするからね。うんうん、そうやな。あ、そういえば、エラーよく、なんか、クラシックの引用をよく使うもんな。ああ、はん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 。うん、だからやっぱすごい聴いてると思う。うんうん、そうやな。うん、そうやね。こういうのも、彼女が歌うと全部ジャズやしな。どう考えた。いや、だからもう本当、エラーのこと話し出したら、もうなんか顔色が明るくしかならへんけど、いや、ほんまそこが魅力だよね。そういうクラシックの、そういうなんか要素も自分の中にあって、でも、めっちゃジャズで、でもめっちゃ鼻歌なんよね、なんかね。そこがすごい素朴で。素朴やし、高貴やし、なんかね。めっちゃええな。まあ、うーん、皆さん、これ聞いていただいた方はもう、エラーの CD をポチるんじゃないですかね、いっぱい。本当はポチってください。もう、今時安くで買えるから、私は一生懸命集めたけど。そうやな。もう、必死でお小遣いね。だって俺、学生の時とか、やっぱりこう、なんか、なあ、もう電気止められるかもしれんけど買うみたいな。だってジャズの CD ってさ、廃盤だったら手に入らへんねん、もうその時はレコード屋さんで、中古レコード屋さんに見つけて、うわこれもう廃盤でなかったのあったと思って、それそしたらなんか 2,3 枚そういうのがあって、で、いや、うわもうこれ電気代払われたんだけど、まあちょっとええわと思って、だって電気払われへんかったら帰って聞かれへんねん、ね、聞かれへんけどさっきの話や、無人島行ったら聞かれへんってやつや。そう確かに。いや、なんかそれで私らほらさ、今と全然違うのさ、それでさ、聞かれへんから試し聞きっていうか、うん、もう買うしかなかったやん、買って、うん、もう買って当たったらもううわーみたいな。だからもうね、必死で聞いた。何回とかしたよな。じゃあそのだから選びようがないからな、聞いてみな分からへんから、うん、試してとりあえず聞くなんてことがお金払わんとできへんかったからな。うん、ハズレやろうか。だからジャケットよくてパッて聞いた瞬間にうわーっていうのやっぱり昔あった。あったあった。だからもうなんかあと先輩に言われてジャズの CD はこれ名盤やからって買って、うわーって思って、うんうん、3年ぐらいしてほんまジャズ演奏し始めて、3年後聞いて、うん、もう背筋寒なるぐらい良かったみたいなの。あ、ジャズはもうそういうのが多い。本当これね、これいろんな人が見てくださってるのかもしれんけど、そういうもんやと思う。最初はピンとこへんくても、なんかいろいろ聞いてるうちに何年か経って、めっちゃいいって思ったりとか。そう。その連続やね。今でもそうやもん。うん。だって、モーニンって最初ジャズ勧められて聞いて、もうあれ聞いて、うわ、なんか臭い感じやし、好きじゃない。そう。そうそう、若い時はそう思ったりしたよね。したした。フュージョン好きやったから、
なんか、キラキラした感じが好きなんだけど、なんか暗いしさ。そうそう、古臭く感じてな。アートブレーキリズムよれまくってるしさ。でもあの、よれるところが、今はもう歌なんやんか。だからもう最高なんやけど。あれがわからんかったな。なんやこれと思って、買ったけど全然聴かんかったけど、今はもう、うん、今でもよう聴くな、あのアルバムは。そういうのいっぱい、そういうのだらけやね。うん、そうやな。だから楽しい。もうなんかせっかく見てくれてる人にも伝えたけど、もうはっきり言ってジャズの楽しみってそこにあるよね。だからさ、うん、面白いのさ、リスナーとしてもずっと成長続けるし、そう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 、リスナーとしてこう、どんどん、なんていうか、楽しみが増えてくねんよね。うん、そこがほんま、うん、なんか何回聴いても飽きひんっていうさ、やっぱすごいユニークな音楽やと思うな。うん、だってコルトレーンのさ、市場の愛って俺全然よう聞かんかったけど、最近よーずっと聞いてたけどな、なんか、いや気持ちいいわーって思うね、最近は。わかる。最初はさ、ちょっとやっぱり濃いもの、なんかわからへん、怖い感じがしたりさ、はいはい、あったよね。学生にもね、なんかな、やっぱりこう、MP3 世代やん。だからほんで、ボカロ世代やから、みんなこう、うん、要は人間関係薄いのも関係してるのか、とにかくこう、あんまりこう、なんていうのかな、立体感のない音楽を聴いてるでしょ、どっちかというと。で、こう、レコードが書かれてるところで、ビル・エヴァンス・トリオみたいなやつが聴いて、めっちゃいいなと思って、ここ連れてったろうと思って、生徒連れてったよ。で、その時、オーネットかかってたよ。また、まあ、ちょっとオーネットもちょっと、でもまあ、俺からするとめっちゃ良くて、あ、オーネットも音像こんなにいいとめっちゃええなって言ったら、その生徒が内臓を見せられてるみたいで気持ちよ。それはそうや、私が初めてなんか大学生の時にゴッホの絵を生で見た時はちょっとなんかその日寝れんかったもん。なんかそんなんあるよ、やっぱな。多感、多感やから余計なんじゃない？あ、そうか、若いとな、多感やから。だからなんか入りすぎるんじゃない、センセーションのもろなものは。でも実際にホーネットは内臓を見せてるようなもんやと思う。そうやな。えつないけど。でも、オーネットなんかは、これ、フィリップ・ストレンジが言ってたんやけど、その、ロンリー・ウーマンとか聞いてもそうやけど、普通クラシックっていうのは2管でやったら、どんだけ音混ざって一体になるかって考えるんやけど、同じ音程で吹いといて、いかに他人と違うところにおるかっていうことやってるっていう。要はだから、同じメロディーで、あれ、トランペットと、ユニゾンしてんね。同じ音程でユニゾンしてんねんけど、お互いピッチずらして、全然二人丸々、こう、違う音みたいに聞こえてくるようにしてるんやと。これでも、この話はもう、また私らはしゃぎ出したら長寝る話やな。そうやな。これはすごいいい話やし、すごい話やな。だから音っていうのは一音じゃないねんな。そんなドレミファソラシドって12音で解決してされる音じゃないねんよな。ドーとかドーとかじゃないねんよな。もっとワーンってなってんのよね。なんかなーみたいな。でも、そのなんか、普通になんかこう、棒歌いみたいのも感動するときもあるしな。なんか、映画でな、天使がくれた時間っていう映画があんねんけど、ニコラス・ケイジがやってる映画でな、ニコラス・ケイジが大富豪になるわけ。で、大富豪になる前に彼女と別れるわけよ。で、その彼女と別れたまま、そのまま大富豪になって、そしたらその人を助けをしたら、その子が天使やった、実は。その子天使。だから、なんか欲しいもんないって言われたから、全部持ってるって言ったら、お前にないもん見せてあげるって言って、次の日起きたら、二人が結婚してて、まあ、そこそこして、その大富豪ちゃうくて、まあ、ちょっとした会社の社長さんやってんねんけど、すごい、でも、この愛情にあふれる家庭にいて、みたいな感じで、こう、二人で生活していくんねん。で、最初はすごく違和感があって、俺はもっとお金持ちのあるはずやねんけど、つって、こう、喧嘩もすんねんけど、最終的にこう、いろいろその中で、結婚式のビデオを見るねん。結婚式のビデオに、とにかく毎年結婚式をみんなで集めて、俺は世界で一番君が大好きな、ララ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 ラミーズ、アイラブユーってめちゃくちゃ下手に歌うんやんか。で、その下手に歌うねんけど、その下手に歌った音の中にこう、オーケストラがブワーって入ってきて、めちゃくちゃ涙がブワーって出るみたいな。だから、これ歌が上手かったらこの感動はないねん、みたいな。もうその話に行く
いや、もうほんまさ、だからさっき言ってた、エラはそういう、本当にそういうのがあって、さっきなんか賢い人にって思うとかって言って、でもエラはやっぱり私にとっては本当鼻歌なんよね。どこまで行っても鼻歌のところが、やっぱ素晴らしいなって思う。なんか、まあ、特にやっぱ歌はそういうもんやよね。もう伝わるか伝わらへんかって言われたら、なんか本当にそういうもんや。いやー、だからね、いや、今の話何が言いたかったったら、やっぱ若い時って、やっぱこう、こうなるから、なんかこれが音楽で、これは嫌とかっていうのも昔すごくあったけど、最近はなんかこう、その人の現場によって、だからボーカロが好きなの生徒っていうのは、なんかこう、悪い意味で言ったんじゃなくて、やっぱり今の時代にやっぱ合ってんやろうなと思うし、それが彼らが今一番大事で。いや、そうやよ。それはもう、それってすっごいことやん。すっごい素晴らしいことやで。もう逆にその人らが何を考えてるのかめっちゃ知りたいわ。一だ緒かに楽しみたいと思う、本当。ら、僕から最近なんか演奏してみたっていうのも俺もやってんねんけど、やっぱめちゃくちゃ面白くて、あれはあれでこう平坦な中になんか色合いとかつけてて面白くて。いや、そうやよ、そうやよ。本当にほんで、そういう素晴らしいことしてる人らって、今度はそれを真似して、さっき言った、オーネとかやってるようなことやってると思うよ。なんか歪みを作ったり。いや、面白い人たちいっぱいいるよね。まあ、ただ俺らはジャズ好きやんみたいな。なんでジャズ好きになったんかっていうのは、やっぱりこういう面白さがあるからで、みたいなところが。やっぱり、だから俺ら好きになったから、こういう側面も見て、別にこればっかり聞けっていうわけちゃうけど、ちょっとこれ手に取って聞いてみて、なんか感動した人生変わることもあるし、実際人生変わるアルバムって俺いくつかやっぱあるからね。そういうところをなんか知ってほしいなみたいな感じで、別に強要してるわけでもなく、パッて見て、これ聞いて、あ、いまいちだなと思っても、またいつか聞いたら変わる時もあるかもしれんし。人によって、なんか聞くのが、これが今一番いいっていうのと、全然違ってると思うから、で、その時にこう、だから、なんていうかな、棒歌いみたいに歌ってんねんけど、やっぱ人気ある人っていっぱいおったりするし、それはそれでやっぱすごいこう魅力があるんやろうなって思ったりするから、最近はね。なんかこう、いろんな意味でこのタイミングでこの子たちはすごくこう魅力を感じるんやろうなって思うと、すごい興味があって。いろんな要素があるからね、その本当にね、いろんな要素があると思う。ジャズはやっぱりこの音色とかそういうところとかね、こう、わーってなるところが、やっぱりこう、やっぱりええよな、やっぱり、というお話でございました。結構なんか喋ったんで、とりあまい。えず、1日目締めたいと思います。というわけで、エミちゃんのね、アルバムの方も詳細に貼っときますので、あとありが YouTube とう。もあったりして、エラ・ランドリーもぜひ聞いていただきたいなと思います。ぜひ。はい。じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございおます。疲れ様です。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。